わしの武器の動力源はしょっちゅう壊されるんで、いい加減学習してな。メトロポリスの地下に予備を作っておいたのじゃ。相棒、ここは俺たちのいるべき場所じゃない。戻ろうぜ、みんなが待っている世界へ。ダブルブースト！ママ行くぞ。俺たち二人のフルパワーで虚無空間を突き破るんだ。戻ってきたぜ、カチカチの世界だ。何があったんだソニック、二人とも急に消えたから焦ったぞ。なんでもないんだ。ああ、エイグマを追いかけるぜ。状況はどうなってる？ボール優先よ。このまま艦隊が押し切れば制圧できちゃうかも。急がないとあんたの出番なくなっちゃうわよ、ソニック。なんじゃと？虚無空間から脱出など不可能なはずじゃ。一人ならな。でも俺たちはコンビなんでね。友達のいないお前にはわからないことさ。これで勝ったと思うなよ。最後に笑うのはこのドクターエッグマン様じゃ。自分の名前に様をつけてるようじゃ友達は無理そうだね。あいつは。エッグマンの言っていた計画とやらまであと1時間を切った。時間がない。ドクターの要塞に乗り込むのなら今しかないぞ。ああ、これが最後の戦いだ。いよいよ俺たちの世界。でもこの戦いが終わったらソニック、こっちのソニックともお別れになっちゃうね。そっか、ファントムルビーの力が効いたら元の世界に戻っちゃうものね。本当にありがとうソニック、君がしてくれたこと忘れないよ。みんな感傷に浸るのは後回しだ。まだ。その通りだ。Yeah!
久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。奇遇だな。俺もだ。貴様らをすりつぶすのはたまらなく楽しいからな。すりつぶされる準備はできたか。まあできてなくとも構わんが。貴様、アーメン、確認。ハイドモードに移行する。銃突撃シーケンス始動。オメガ、あんた生きてたのね。すごいわ。うるさい、ゴミどもが次から次へと。貴様らまとめて灰にしてやる。地獄の豪華でな。おい、冗談じゃねえぞ。あれはただのまやかしなんだよな。違う、違うよ。ファントムルビーに支配された僕たちには現実なんだ。絶対絶命。あんなもの一体どうすれば。あの太陽を落として焼却処分じゃ。ドーン、ジエンド。つわものどもが夢の後じゃ。ねえ、その反応、エッグマンが言ってたファントムルビーの試作型じゃ。ちょっと見せて。やっぱりそうだよ。試作型は最初に起動させたものだけに反応するって言ってたから、この反応は君のだ。君の勇気と強い意志が起動させたんだよ。ひょっとするとこれを使えばあの太陽を消すことができるかも。なんてこった。ここまで来たっていうのによ。なんというマガマガしさだ。チッ、なんとかなんねえのかよ。と、ドリル、ドリル。もしかしてファントムルビー同士なら止められるかも。あの太陽にギリギリまで接近する。頼む、間に合ってくれ。